皆さんこんにちは、えみです。突然ですが皆さん、文系判断、第五文系の判断って得意ですか？文系を判断するときに必要なステップは3つ。このステップを身につけて文系の判断得意になりましょう。こんなステップになります。文系判断の3ステップとして、1、 M をカッコでくくる。2、イコールで結ぶ組み合わせを決定する。3、イコールが成り立つかを判断する。この3つのステップを終える、この5つのどの文型に当てはまるのかが分かります。それではですね、例文を見ながら一緒にやっていきたいと思います。はい、それでは見ていきましょう。例文、 I met Tom at my school yesterday。 これを例文として見ていきましょう。で、1つ目のステップ、 M をカッコでくくるなんですけども、まず M ってなんぞやからお話ししたいと思います。M って SVOC 以外を指します。 SVOC 以外、具体的には何が入るのかというと、ここに書いています。 M は副詞もしくは前置詞プラス名詞を指します。まずは M を括弧でくくりたいので、この2つが文章の中にあるかないかを見ていきましょう。それではいきましょう。 I、 これは名詞、 met、 これは meet の過去形、 met、動詞ですね。で、Tom、 これは名詞、で、次 at、 前置詞で、 my、 まあ、my は代名詞ですね。で、 school、 これは名詞です。ここにいましたね。前置詞、前置詞プラス名詞、まあ my は代名詞で名詞ととても仲良くて一つの塊になるので、これ前置詞プラス名詞、これここの三語一つで M で、 yesterday、 yesterday は時を表す副詞です。なのでこれも M、 カッコでくくってください。こうするとすごく英文がすっきり見えますよね。ここの文型判断で必要になってくるのは I met Tom、 この3つだけです。それではステップ2いきましょう。イコールでつなぐ組み合わせを決定する。決定するときに見ておかなきゃいけないのが動詞の後、動詞の後にいくつ文の要素が来ているか、これを確認してください。今回みたいに Tom 一つだけのときはここの S とイコールでつながるかどうかを見たいので、 S と一旦つなぎます。まあ、これがつながるかどうかの判断は後でするんですけども、組み合わせの対象は S になります。で、この後にもし SV 丸丸、まあ、こういうふうに2つ分の要素がつながった時、この時は動詞以降のこの2つをイコールでつなげられるか見てください。で、イコールでつながるとき、まあ、ここに来るのはこうしかないですね。で、この目的語とその次に来る文の要素がイコールであるとき、これは C になります。で、イコールでないとき O になります。イコールのときは C、 イコールじゃないときは O です。これと同じことがこっちにも言えます。 S とイコールの時はイコールの時は C、 イコールじゃない時は O です。今回 I met Tom、 この動詞の後の文の要素が主語とイコールかどうか、私はトムですか、これ文章としておかしいですよね。なのでイコールじゃない O になります。3ステップ、イコールになるかならないかの判断を行います。動詞の後に文の要素が1つしかないときはイコールで結んでみる対象は S です。動詞の後に文の要素が2つ来ている場合、このときはこの2つ動詞をイコールでつなげられるかを見ます。
この場合は文の要素が一つしか来ていないので仕事イコールで結んでみます。で、I はトムではないので O になります。で、この文章全体では SVO という文型になります。一つ目のステップ、 M をカッコでくくる、この関係ないものを取っ払って文章をシンプルにすっきりさせたい。 M をカッコで結んでみると文型判断に必要なのはここのみだっていうことがわかりますね。で、次イコールで結ぶ組み合わせをはっきりさせる。見るべきは動詞の後です。動詞の後に文の要素が一つなのか二つなのか、この場合で場合分けしてください。一つの場合、今回の met Tom みたいに一つの場合は主語と比べます。動詞の後に文の要素が2つの場合はその2つ動詞をイコールでつないでみます。で、3つ目、ステップの3つ目としてそのイコールが成り立つかどうかを判断してください。成り立つ場合は C、 成り立たない場合は O です。今の状態だと分かった気がするぐらいだと思うので、一緒に練習問題をあと2問ぐらい解いていきましょう。はい、それでは練習問題いってみましょう。 Practice 1. I play basketball with my coworkers. I play basketball with my coworkers. これで、3つのステップ、ここにキーワードを書いておきました。 1. M カッコ、 2. イコールの組み合わせ、ちょっと見えるかな、イコールの組み合わせ、 3. イコール成り立つっていう風に書いています。やるべきこと、一番初めは M を探すこと。 M の中身は覚えてますか？ M の中身は副詞もしくは前置詞プラス名詞です。この中でその2つあるか見てみましょう。 I 名詞ですね、 play 動詞、 basketball 名詞、まだ出てきてませんね。 with、 ここで前置詞出てきました。前置詞プラス名詞、これごっそり M です。はい、ステップ2、イコールの組み合わせを判断しましょう。ここで SV までは分かった。イコールの組み合わせを判断するとき、2パターンあるって言いましたよね。 V の後に文の要素が1つしかない場合、今回見てみると1つしかないです。まあ1単語しかないので1つですね。1つしかない場合はどうするんだったか覚えていますか？1つしか文の要素がないときは S とイコールでつないでみます。3ステップ目、 I はバスケットボール、このイコール成り立ちますでしょうか？これは成り立ちません。成り立たないとき覚えてますか？ここに来るのは O か C なのでどっちかを見たい。で、成り立たないとき、今回みたいに成り立たないときはどっちだったでしょうか？成り立たないときは O です。成り立たない、成り立つときは C です。なので今回 I とバスケットボールが、イコールでは文章が成り立たないのでここは O になります。よってこの文章全体では SVOの文章になります。はい、練習問題 practice 2行ってみましょう。もう一度3ステップ確認してくださいね。 M カッコ、 M をカッコでくくりたい。2、イコールの組み合わせ、イコールの組み合わせどこイコールで判断すればいいかの対象を見定める。で、3、イコール成り立つかなの判断を下す、これです。それでは行ってみましょう。 I named the dog ポチ。ですね、ちっちゃい頃ポチというワンコを飼っておりました。ポチ死んじゃったんですけどね。気を取り直して。I named the dog ポチ。ポチ、私はその犬にポチと名付けたっていう文章なんですけども、それではステップ1、 M をカッコでくくりたい。M どれでしょう。M って何だったか覚えていますか？思い出してください。M の中身は副詞もしくは前置詞プラス名詞です。副詞はないな、前置詞もないですね。
こういうふうに、まあ、簡単な文章であればあるほど M がない文章もよくよくあります。はい、では次のステップいきましょう。イコールの組み合わせを探す。イコールの組み合わせを探すときに大切だったのが動詞の後ろでしたよね。動詞ここにあります。 named、 これは name、 名付けるという動詞の過去形です。まあ、これは S なのが分かりますね。で、the dog poach、 文の要素として、でこれ一つの塊です。で、poach、 poach は名詞です。で、一つの塊です。 dog poach で、この動詞の後に文の要素が2つ来てます。皆さん2つ来ているのでどうするんでしたっけ。動詞の後に文の要素が2つ来ている場合は、この2つをイコールで結んでみます。はい、動詞の後に文の要素が2つ来ているとき、1つ目は必ず O です。なのでもうここの O は書いちゃいます。で、これが O か C か、これが問題なんですけれども、イコールで結べるとき、まあ、結べるかどうかを見るときは、日本語の何々はを使ってみてください。この犬はポチです。この文章成り立ちます。成り立ちますよね。なので成り立ちます。成り立つときは C です。これは覚えてください。成り立つときは C、成り立たないときは O。練習問題を2つ使いながら説明してみました。皆さんどうでしょうか。この動画を見る前よりは第五文型が結構クリアに見えてきたんじゃないかと思います。第五文型を判断する基準とか説明っていうのは、どんな文法書にも一番初め、基本の基なので全て載っているんですけれども、それを知っているのと使えるのとでは結構な差があります。使えるってどういうことかというと、人に説明できるっていうことですね。皆さんもこれから文型判断の問題を行うときは、人に説明するように、判断基準を説明しながら問題を解いていってみてください。で、分からなくなったら、今回のこの3つのステップを振り返りにこの動画にやってきてみてください。 Alright, that's all for today. Thank you very much for watching. I will see you in the next video. Bye bye. あ、そういえばですね、前々回の動画の自分で自分のコーチになるの動画の続きを撮っているんですけども、なんと3回撮り直しております。ですね、1回目撮った時はなんと1時間以上も撮影していました。で、1時間ちょっと熱量がありすぎたのか、もう細かいところを話しすぎていたのか、すごく長くなってしまったので、いや、1時間のビデオをいくら編集しても40分ぐらいにしかならなかったんです。で、40分のビデオなんて誰が見るんだっていう話ですよね。なので撮り直して、全体的に30分ぐらいになりました。で、編集して20分ぐらいにはなったんですけど、いや、20分でもまだ長いな、話がまどろっこしいなということで、もう一回撮り直して編集をし直して見ています。ただね、まだちょっとまどろっこしくて分かりにくい動画になってしまいそうなので、おそらくもう一度撮ることでしょう。ゴールセッティング、目標設定についてなので、もっとこうサクサクと話したいんですけれども、ゴール設定が一番肝なんです。なのでどうしても長くなっちゃうかなと思うんですけども、ちょっと気長に待っていてください。もう結構経ってる結構経ってるので早く出したいんですけども、もうちょっとかかるので、ちょっと気長に待っていてください。 Alright, that's all for today. Thank you very much for watching. I will see you soon. Bye bye.